はい、ダバンプ、ダバンプはもう結構来たからね、これ。そうね、ダバンプよう来てますよ。まあまあ、いいんですけどね。はい。何の話があるんですか。もう金貸してくれとかもうやめてくれよ。まだ前のも返してもうてへんねんから。頼むよ、もう本当にもう、ね。貸してんの、今日ですね、お土産を。あ、お土産っつってもあの変なもんね、もうゲテモンみたいなんとかもうやめてな。まずはまあいろいろありますから、まずはあのいろいろありますからね。一つ目なんですけれども、はい、これあの僕の実家民宿やってるんですよ。あ、そうなんや。はい、で、うん、それで、うん、その実家の T シャツ、うん、あ、ええやんか、民宿ミヤラ、民宿ミヤラ、はい、で石上の名字ですよ、ミヤラ。それであのミヤラ、ミヤラさん、タンクトップとほうほうほう T シャツ、これタロハマる。ああ、そうですか。タビンチュー。タビビトとか言って。タビンチューって読むのこれ。はい。へえ。小浜島。落としてて。親父怒りますよこれ。落としたよ。親父怒るで。これ何個で売ってんの？多分2000円ぐらい。マジっすか？なかなかアゴギな商売してるやん。いや、俺もそうです。でですね、まだお土産が。何やの、うん、もういっぱいありますから今日は。マジで、まあ、喜んでいただきますよ、これは。食べ物はええで、いっぱいね、すいませんね。おいしょ、はいはい、え、これマジで送ってきたんや。すごいやん。はい、はい、開けますよ。はい、はい、うわっ、うわっ、出た、この色の魚。これ美味しいです。うるせえ、これ見方やん、これ、この色は。でも食べる色ちゃうって、スポーツカーの色。これは俺歩いて刺身食うたん、これ。美味しかった。見方ない、美味しいですよ、コリコリ。いや、こんな硬いと思えへんかった。いや、外見にその白身ぐらいの感覚やもん、うん、あの沖縄のこの辺の魚って口が鳥みたいな口なんですよね。これインコっぽいですね。こっちでかいやん、これ。これ焼こうがいい。危ない。あ、危ねえって。今かかってるのに危ねえって。何があるの。え、こいった。でもこれはサザエ、サザエ。これ取るの大変だったんですよ。たまたまね、台風が来てましてですね。おい、おい、危ない。返した、返した。これ取れへんの。返した。え、返した。どうせ聞こえるようにやってくれ。ちょっと見る地味な。何やねん、もう。これ、なんていうの。これは青ブダイですね。青ブダイ。方言で言うとイラブチャって言うんですけど、沖縄の人は、人は昔っていうか今はどうか分かんないですけど、鱗も、うん、あの揚げて食べたと言われている。パリ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 。これでも今これ持ってきてもどうしようることもできへんよね。いや、もうあるんですよ、実は。もう用意して。ああ、うま、来た。コリコリしてんねんな、これ。いいかな、これは。こんなお前酒いるんちゃうか、これな。酒ですね、なあ、うん、泡盛いるよな。泡盛ですね。ごっつい色やからな、これ。でも外の色がトロピカルでも中の色はトロピカルすぎるもん。そうだな、ジーパンの色やん。こんな飯食ってる時ですから、ね、俺が力んだらちょっとおしっこ。うまいっすよ。タイ、まあタイやもんね。なん、ちょっとあの歯ごたえが良くないですか。まあ油前俺が食ったやつよりまだ柔らかいわ。うまいですか、うんうん、まだちょっと新鮮だからです、うん、いや、でもどんどんやりおろしたですから、どんどんこれ食べてくださいよ、うん、なんで自分なの。もっとコリコリしてたよ。いや、なんで俺らばかり食べさせて。いやいや、もうそんなもん、ご飯間違うんちゃうんか。違う、ご飯ご飯と一緒に、ご飯と一緒に食べたり行こう。もっとコリコリしてたね。うまか。あ、もうご飯と一緒に。これ柔らかいやん。全然効きます。これもう食べましたね。ちょっと説明してよ。ね、あの実は、うん、毒が入ってるんですよ。え、どんな顔したらええの。どんな顔したらええの。また何やろ、また何やろ。これは割れちゃうやろ。そらせやんな。毒が入ってる。ごめん、俺リアクション取られんかった。どんな顔したらええの。何の毒が入ってんねやろ。多分そろそろなんですけど、毒が入ってるために、うん、体全身が、うん、こうドクドクしてくる。やっちゃった。やっちゃった。うまいよ。白もやっちゃったよ。痛い痛い。俺が死んだから。俺ドクドクなんて寒いこと言ってた。いや、でもね、今のはね、100点やね。なんの？おかしいっすよ。予想だにせえへん。
せっかくやねんから、そんなオーランばっかり。もうじゃあ、あとオーランもあとね、これはしのぶの親父さんが、これはめちゃめちゃ美味ですよ。美味なの、美味。つまじ、つまじ、今自分呼び捨てにしたよな俺。松本さん、松本って言うて口が下げても言えないでしょ。なんでオーラがかっこ悪いの。いやもうこの世代もう食べへんからやん。いやもうじゃあいただきますよ。まあでもなんでもな、でもな、俺これダメですか。ここあかんねん、ここあかんねん。大丈夫ですよ、ここ美味しいんですよ。いやこれ俺あかんねん、ほんまに知ってました。いやこれうんこです、うんこですよ。うんこやろ。うんこあかんねん。うんこうまいっすよ。ほらうんこうんこ言われて誰が食えんねん。あじゃあうまいです。せっかくなんで、はい、あんまい。これは何、これ、これ、これさっきのあの夜光貝。夜光貝、これはこれ美味しそうだね。美味しそうだね。普通に食えそうです、うん、なんで上のやつビン弾いたんだよ。わかんないけど。やらしいこと。だいたいに、だいたい雑誌とかアイスクリーム取るときって、うん、2、3個下の下からね、はいはい、それで一緒。その感覚やったん。でもお前その上にあるやつビン弾いた。それを食わなあかん人間の身になれよ。これ一番美味しいんじゃないか。うん、美味しいね。いやまあ酒があるとまたね食も進むんやけども、あこの本当ぜひ、うん、お酒飲みに自分ら酒飲むんやろ。偉いすんごい飲みますね。えどれ飲みに行ったらどれぐらいおんの。俺19時間ぐらい飲んだことありますね。19時間、はい、ずっと何してんのお前。何してんの。何してんだよ。いや本当あのケンと夕方、あ昼過ぎ終わって仕事が、うん、4時半ぐらいから飲み始めて、うん、でバーって飲んでで朝の5時ぐらいでケンちゃんがダウンして、うん、で俺どうしようかなと思って、うん、飲みに行ったらだいたい9時半ぐらい朝の、はい、え、うん、またでもすごくない、こんな自由におなら出せたら。自由じゃん。いやだから芸人は全部自由におなら出んねんて。だって俺電車でやったやろ。出せ言われたらいつも出せんねんもん。じゃあ今でも出せよ。いやだ今は出そう思ったら出せますよ。マジか。でも今出してもしょうがないよ。僕はもっと意外性のある兵庫来たいから。国道、国道を言う時には国来たくなる。なんかそういう乙女チックな部分。少女の気持ちは忘れたくない。まあそんなんええねんけど。いや例えばあのほら、うん、いろいろあるやん、酒飲んだら。しのぶは暴れるタイプ。テンションによって変わりますね。しのぶは暴れる。しのぶ走って逃げますよ。逃げますね。連れて帰ろうとしたら、やだって言って、なんかドーン一人ずーっと走って、うん、逃げてどうすんの、うん、逃げて、とりあえずこう走ってる時っていうのはこう、例えば渋谷の街とかをこう走ってるわけですよ、うんうんうん、その時はもう、俺はもうすごい風を感じてるわけですよね。酔っ払ってるから、さらにこう、感性がこう、すぐ済まされてるんですよ。でも、なぜかこう笑顔なんですよ、走ってる時。走ってる時は何か笑顔なんや、はい、でそれで、うん、ふと気づいたら道に座って寝てるんですよ。でパッと起きるともう冬だったんで寒かったんですね。寒いな、そういうの大変だよ。で入らない、無理やだな。でもういいんじゃないか。そうじゃない聞いてる俺のみんなも何やろ。こっちないんやろな。俺も一応人として聞いとかなあかん。みんな面白いですよ。いきなりはね、もう、うん、男ばっかり狙ってキスするんですよ。最悪ですね。だからこうやって飲んでるじゃないですか。酔っ払って、ハマさん、ハマさんって。ぐちぐちやん。きっと、もし、飲んでるのね。いや、わかんないです。俺、酔っ払って。一回、ツアーの打ち上げで、うん、全員にチューしたんですよ。見事。俺は逃げされてないもんな。俺もされてない。死者した。逃げた、逃げた。逃げた。マジで？俺も思いっきり。パンチとかいるもん。殴ったんだよ。しつこいっすもん。何でキスしたのあんの、寂しいの。いや、嬉しいんですよ。うん、ああ、気持ちをこうキスで表してるってわけでしょ。なんで分かんない。お前が言うなよ。解説は嬉しいんだけど。お前、喋ろよ。ちょっとだけ喋れよ。いつもより走って逃げ食べらねえんだから。そう、だからあの一緒に飲んでるとしても、うん、あ、隣に松本さんがいる、あ、嬉しいってチューしちゃう。それは女の子はしないっす。なんか女の子見るとなんかうんうんってなって。あんまりしたくない。だから新鮮のゲイなんじゃない。これは本当にあのハードゲイ。なんだかな。君はどうなの。それは僕は普通です。普通ってどんなんだろうな。あれいやでもね、テンション上がった時はもう最強ですよ僕ら。僕らってお前が入った。あいつはどうなった。
今県の話してるそうでしょ。なんで僕らって僕たちらでもそのほど酒が好きなんですよ。いや、その話からまた始まったのよ。ほんま戦闘やねんお前。また一から話さないあかんやろ。あーないすいません、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 旅行の場所じゃないよ。すいません、もう今ツッコミもどうかと思うけど。もういい、もういい。電話強いんやな。そうですね。何でも濃いなんや。ワインとか以外は。いや、なんか4種ダメなんですよ。一回散々飲んだ後に、親父がキープしてるウイスキーが家にあったんですよ。バーって。2本あったから1本飲んでいいだろうと思って。散々酔っ払って帰ってきたのに1本飲んだんですよ。飲んだら朝起きたらなんか気持ち悪くなって、起きてこう、あ、気持ち悪いなと思って、あ、トイレ間に合わないと思ってこうやって行きながらトイレに行こうとしたんですよ。ただもうこっからギョルがボーンドボーンで、お母さんはこうトン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 ってずっと行くんです。そのお母さんの話はいるか。まあ、じゃあそれ流れとしてね。ああ、そうか、そうか。まさしく苦い思い出です。苦い思い出、まさしくね、これね。まさしくじゃない、遺産って苦いじゃないですか。だから苦い思い出でいいんじゃないかなって。いや、これね、はいはい、100点やな。マジっすか。100点多いの。いや、じゃあ、飲み比べを今度やります。飲み比べ、はい、本当ですか。マジ大丈夫ですか。日本酒でも泡盛でも何でも日本酒いきなりこうやって飲む。僕はハブが入ってくるまで飲みます。ハブ酒の瓶の中のハブが、はい、僕はハブ酒になるぐらい。本当ダウンタウンさんさえよければ、はい、どこでもここでもいいし外でもいいし、うん、ついてくんで、うん、なんか、まあ今ね、そうずっとねダパンプとはね何かやろう何かやろう全然やってないもんな。あ、じゃあファッションチェック。俺言うとくけどお前らこの中で一番ファッションセンスはあるよ。マジっすか。ぶっちゃけた話。ほら、いや、すごいって言われてます。君からじゃあ順番に鼻にこれ突っ込んでいく。順番に。痛い。なんでそんなのされないの。いや、それだったら、うん、形にしやすいそのセンスを確かめる。いいですよ。あ、じゃあ自分の思ってる一番おしゃれな格好で。あ、なるほど。あ、そうですね。でもこれ誰が、はいはい、批判とか。ピーコです。ピーコ。間違いない。ただピーコもおかしなことを抜かしやがったらもうこれで腹立つ。